で業務のことですね、まあ、刑務所の社って何やるんだっていうふうにあの思っておられる方はあのおられるかと思いますけど、まあ、業務としてはあの収容者の診察、あとあのちょっとあの少年鑑別所はちょっと違うんですけど、少年鑑別所の話は今日ちょっとあの置いておきますので、えーとまああの、刑務所と拘置所の話ですね、収容者の診察をします、でまあ、あと、ほとんどは、まあ、でも投薬ですね。 である程度医者に与えられている権限が自由なのは薬の内容ぐらいですねただ薬もあのその刑務所にある薬しか使えませんのでない薬は使えないまあただなくてとても不自由たということはないですけれどもであとまあいわゆる心理療法精神療法的なことはなかなかできないあというのがありますあのえっと例えば B 級の刑務所の場合にはあの必ず あの刑務官が脇についているので、まあ、なかなかある程度以上の信頼関係を作るのも非常に難しいというところはあります。あと人によってはあの懲役労働ではなくて作業療法みたいな方が向くような方々もおられるんですけどもそういうこともできませんし。 あと行動療法っていって、まあ、そ,のあのその症状に合わせても行動をだんだん緩めていくとかそういうことは不可能なわけですね。例えば私今精神科の病院に勤めてますけど病状,によ病状によってまああの外出をしてもらったりあるいは外泊でお家へ帰るのをやってもらったりとかあとそれからあの退院とい,いうふうな形であのやっていくのがまあ治療の,あのまあ一環としてあるわけなんですけどもちろんまあそういうことをあのすることはできないということになります。 それからあとあの依存症あの、えー、とやっぱ薬物依存の方が圧倒的に多かったんですね横浜刑務所は、えー、と B 級の短期の刑務所ですので日本で B 級の短期で多いのはやっぱり覚醒剤なんですよねであの覚醒剤の方々をまずあの随分見ましたけれども、えー、と覚醒剤の方々への治療教育はこの当時の刑務所では全くありませんでした でまあ、その後少しずつあの、えー、入れてくるようになってきてるんですけどもこの時は全くありませんでしたであの、まあ、私いる時にあのちょうどあの横浜あのダルクが結構しっかりありましたのであのダルクの人に声をかけてあのダルクの人を招,き招くこともできるんだけど、まあ、だ私がいる頃にもあのそういう実践をしているところはありましたので。 あの、そういう実践をしようという話をしたんですけれども、えっ、ー、と、それはあの全く聞き入れていただけませんでした。やっぱりなんかなかなか外部の人、やっぱり中に入れるということに非常にあの抵抗が強いというのはありましたね。あと、まあ、職員の医学的知識の不足というのは、あの、えー、ありました。あの、まあ、例えば、やっぱり興奮している場合に。 あの例ええば1人、まあ、よく覚えてるの僧侶の,、ね、の方の,あの、まあ、精神運動興奮があってその方のことを言,あの言ったんですけどもあのやっぱりあの職員は暴れてるとしか見なくて、まあ、なかなかあの対応難しい、まあ、あの精神科の病院であれば僧病の治療をしていくということになるんですけど、まあ、この方の場合にはちょっとご本人の了解も得られなかったのであるいはあの、えー、と施設の職員の方も特別に 治療の必要性を感じていなかったので結局治療はできなかったんですけどもそういうこともありましたあとまあ精神科以外も診察をあの、まあ、させられるというかあのあと逆にあの内科や外科の先生もあの精神科の診察をあのしておられましたねあのなんか、まあ、私この人はあのあの私の方に回してくれとかいうようなことを指定はしていることもありましたけど例えば私がたまたまいない時に あの診察希望が来て来ちゃったりすると、えー、その内科や外科の先生が見たりとかいうことがありましたのでまあその科の,あのこう違いというのはあんまり意識されなかったという記憶があります、まあ、ただやっぱり私で診察をしても内科や外科のことはやっぱり分かんないことありますのでこれちょっと分かんないからあの、えっと、こっちの先生に見てもらってくれるかなっていうふうに言ってお願いしたようなことがありますこの 1> 1号のことなんですけれども要するに著しく健康を害する時きということですね経営を執行することによってこの重症指定が既得状態とほぼ同義に解釈されているため指定時期が遅すぎるあるいは重症指定される以前であってもその見込みが高いものについては外部医療機関への入院時に家族への連絡及び面会を実施すべきである。 えそれから本人およびその親族に対する病状説明については職員ではなく医師が果たすべきである、非、えー、収容者を日常的に見ている刑事施設において重傷指定の判定が極めて遅く余命幾くばくもない状態すなわち既得状態になってからしか検察官に執行停止を上申しない取り扱いを改めるべきであるでこういうような意見が要するに刑事施設の,その視察委員会 の方かららも挙げられているわけですご承知のとおり視察委員会には医師が入ってますのでやはりこの程度の意見はやっぱり出していただかなければならない問題なのはこれが実現していないこうした提言が現実に政策化されていないという点でありますもう一つ最後の方法がこの仮釈放という方法でありますでこの仮釈放これはあの無期刑 えー、まあ,あのちょっと関心を持って見ている事件がこの無期受刑者の件ですのでこの無期受刑者の無期刑について仮釈をされる件数ですこれもこの間あの監獄人権センターの方で <laughs> あったものなんでなんだか2番センチで申し訳ないんですが <laughs>、えー、ここのなんですねこれがその年新たにその 無期刑のうち仮釈放された人間の数です左の方に数字がありますがこれ一度仮釈放されてその後また戻ってっていうような、まあ、話が面倒になりますので一年の間に新たに仮釈放された人間にこういう数になっていますでご覧になっていただきたいのはこの右側の方です無期刑で刑を受けている受刑中に死亡するというその年に死亡した人間の数というのが平成二十一年 仮釈放された人間が6人に対して死亡したものが14名それが平成30年になりますと、まあ、あまり大きな変化はないんですが、えー、仮釈放の数はほとんど変わっていません、7件になっているだけですが、死亡している人間の数というのは少しずつ静かに増えていることがお分かりいただけると思います。 無期の場合は10年を経てば仮釈放の対象になるという条文がありますけれどもえ時々学生さんと議論しているとえそのなんか鬼の首を取ったように「先生でも10年経てば仮釈放されるんでしょ」っていうふうに言いますけどだったらこの前へ連れてこいと<笑><笑>まあ平均値を取ってもやはり今最近では三十数年三十一年三十二年ぐらいそれは仮釈放された人の それまでででに刑務所の中で過ごした期間です。仮釈放されなかった人まで含めている期間ではないわけですね。現に仮釈放される人間の2倍、今では3倍ですか、の人がその年に刑務所の中で亡くなっているという事実をやっぱり忘れ,なけれ,ば忘れてはなりません。で、そうしますと、最初に見ていただいたこの絵ですが、 実はこの赤いサークルから青いところに行って治療を受けるということは非常に困難な状況がある。もう例外中の例外であるということになるわけです。で、これを私どもは、まあ、その、刑務所完結主義というものの言い方があるんですが、つまり刑務所の中のことは刑務所の中で全て解決するんだと。 したがって刑務所っていうのは一つの小さい社会というか小さい宇宙を形成していて一般の社会の中に必要なものは刑務所の中に全部備えなければいけないという考え方ですこれを刑務所完結主義っていうんですが医療についてもその刑務所完結主義っていうものがあその非常に徹底している国であるというふうに言えると思います。<music>